中年オタッキーです。先日の動画でね、ちょっと、カラーフィルムとモノクロフィルムを、間違えたとかね、そういう話をしましたが、今回それやっちゃった、やっちゃいました。今回撮影してきたのはね、このヤシカエレクトロ AX になりますね。で、カラーのね、コダックゴールドが入ってると思ってたんですが、ダブル X が入ってました。コダックのダブル X はモノクロフィルムなんですけどね。で、ゴールドは200なんで、ISO 200のつもりで撮影してきたんで、まあ ISO 200のね、コダックダブル X、ISO 200のデータ、まだ全然持ってなかったんで、まあちょうどいいやと思って、その現像結果を得るために、まあ現像してきたような形だったんですけどね、まあどんな写真が撮れたのか、果たしてこのカメラどんなカメラだったのか、ということを今回やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用しましたこのヤシカエレクトロ AX、 これね、カメラの山屋さんでね、東京に行った時に購入してきたカメラです。いくらだったのか忘れちゃったんで、ちょっと結構面白いカメラなんですが、ヤシカのね、M42 マウント機としては結構終焉機のモデルになるみたいです。M42 マウントね、このくるくる回してるね、スクリューマウントなんですけどもね。まあいろんなメーカー、世界中のいろんなメーカーが、このカメラ出してるということでね、レンズも結構豊富で遊ぶことができますね。特徴的なのがね、このね、まあ、AE が使えるとかもいろんな特徴があるんですけどもね、一番特徴的なのがこれです。これプレビューボタンなんですね。いわゆるプレビューボタンなんですけど、まあ、自動絞りだったらね、普通に考えると、常時開放になってて、プレビューボタンを押したら絞りが絞り込まれるっていうのがなんか常識的な考え方なんですけど、このカメラは違います。このカメラはね、見えるかな？巻くと絞り込まれるんですね。で、こうプレビューボタンを押すと開放、これプレビューボタンじゃねえな。プレビューボタンではないな。で、シャッターを切るとね、開放にまた戻るんですよ。まあ、自動絞りは効くんですね、要は。巻き上げると絞りが絞られる。で、ピント合わせとかやりにくくなるんで、このボタンを押したら開放にできると。だから、このボタンを押しながらピント合わせるみたいなことを結構やりました。まあ、でもね、これ結構いいと思うんですよね。絞りがいくつの時に背景がどのぐらいボケるのかとか、被写界深度がどのぐらいなのかとか、そういうのを把握してる人はね、アマチュアレベルではそんなにいないと思うんですけど、これはね、さあ巻いて撮るぞっていう時にね、もう確認させてくれるんですね。強制的にね。で、ピントを先に合わせてなかったら、このボタンを押して開放にしてピントを合わせろよっていうことなんでしょうね。これはこれでいいんじゃないかなと思います。これいいカメラなんだと思いますよ。多分ね。でね、発売されたのは1972年ということですね。価格が、これ71,500円ということですけど、これレンズ付きの価格なのかどうかちょっと把握できませんでした。ファインダーシェア率 92%、倍率 0.87 倍ということで、シャッタースピードは1000分の1秒から8秒、バルブ、X 設定125分の1ということですね。で、シャッターユニットがちょっとね、これどこのシャッターユニットかな？あんまり見慣れないユニットです。よっ。うん、結構ガシャンとくるんですけどね。これコパルなのかな？ちょっとわからないんですけどね。ちょっと変わった感じのシャッターユニットになりますね。うん、メーカー名はね、ちょっと調べても出てきませんでした。一応上級機ということでもあってね、一応上級機らしいです。で、アイピースカバーがあったりとか、まあいろいろあるんですけどね。シャッターを切るたびにね、ここのね、このランプがね、ピカッて一瞬光ります。で、シャッタースピードがね、こちら、
こちらで設定して、絞りはまあレンズで設定するんですけど、で、ここ最後でまで回すとオートということで、シャッター速度優先 A じゃない、絞り優先 A か。実絞り優先 A になるのかな、これ。多分、実絞り優先 A になるんだと思いますね。だから、その、巻き上げすると絞り込まれるということになるんですかね。で、このオートを解除するときは、このボタンを押しながら回す必要があります。で、ISO 感度、まあ、ASA 感度ですね。ここの下で合わすことになるんですね。これもかなり変わってますね。そこで ISO 感度を合わせます。で、電池がね、このカメラの場合ね、非常に問題で、まあ、ヤシカエレクトロシリーズをね、扱ったことがある方ならわかると思うんですけどもね、当時の水銀電池、でっかい水銀電池で、6ボルトなんですね。よっと。おー。で、高額な電池アダプターが必要になるということなんですが、はい、僕のはね、最初から入ってました。カメラの山屋さんで購入した時から入ってましたので、難なく使うことができました。結構ね、このアダプター高額になると思い、結構高いと思いますね。この電池、まあ、HN 何型電池だったかな、忘れてしまいましたが、アダプターをつけずとも、大体みんなシポシポのね、ストルって、缶をね、切って、アダプターにしたりとか、いろいろしてますけど、まあ、電池の長さが足りないんで、大体ね、バネとかね、アルミ箔とか、そういうのを入れることになると思います。まあ、これ、アダプターはね、ちょっと高いんでね、うまいことやって電池がね、6ボルトの電池を入れれば、まあ、問題なく動くので、ね、で、今回はね、ヤシカのレンズも一応持ってるんですが、M4 に持ってるんですが、状態が良くないので、このレンズで撮ってきました。スーパータクマのね、50mm の F1.4、以前ミシェルさんにいただいたレンズになるんですけどもね、そちらでね、試写してきました。ISO200 で撮影したコダック WX の写りとかも合わせて、考えていただければいいと思いますが、ここで一番大事なのは、カラーのつもりで撮ったモノクロ写真ということですかね。まあ、がっくりしてことだったんですけどね、結構いい感じで撮れてるなと思ったら、まあ、モノクロだったと。モノクロ、カラー視点で撮ったモノクロがどんな作品になるのかっていうのも見ていただきましょうか。はい、ここからは作例になっていきます。はい、作例でありますけどね、もういきなり1枚目からね、よくわからない写真になっておりますが、これね、カラフルな看板と桜だったんですよね。で、猫ちゃんはね、まあ別に普通なんですがね、もうこれもね、桜が見えておりますが、もう桜に見えないですね、モノクロになる。まあ一応桜に見えないことはないんですけどね。で、200で撮った感じの流浄感とかはね、まあごくごく標準的、になると思います。これ、一度ね、アリスタエイドの200と比較してみたいですね。この写真もね、桜が、まあ、メインなんですけども、まあ、モノクロだとこのようにね、うるさい写真になっちゃうんですね。色がないということで、この写真もそうなんですが、本来青い水と、桜だったんですがね、もうただのうるさい写真になってしまいました。これはまあまあいけるかな。よってぼかしを入れたんで、まあ表現的にはいいんですかね。これもまあいいんでしょうけど、できればこれ花びらの色があって欲しかったところですかね。こちらもね、色があればね、かなりいい作品になって、特にこっちなんかそうなんですけどね、もうこれはしてやったりと思ったらモノクロでした。こちらもそうですね、川岸にね、並ぶ桜だったんですがね、まあこんな感じでね、もしかしたらね、モノクロ写真に慣れてない人がモノクロフィルムで撮るとこんな感じの写真を大量生産するか、という感じになっていくんだと思います。まあモノクロはモノクロの撮り方がちゃんとあってね、色がないんでね、普通に撮ってるとただのうるさい写真になってメインの被写体がわかんないとか、まあそういう写真になりがちなんですね。いい手本を作ってしまいました。まあ200のね、WX、まあ、250なんですけど、20度7分現像で250らしいんですね。D76 標準でね。で、20度6分にすると200になるみたいです。で、今回はね、一応その時間で、現像してきたんですけどもね。まあ、現像液の温度が高かったんで、ちょっと時間は違いますけども。まあ、これでいい調子だった。
と思うんですね。で、現像時間のやり方ですけどね、前回のライブでも言ったんですけど、一回ね、その、現像時間の考え方という動画を作りたいと思いますが、めちゃめちゃニッチな、番組になると思うので、今回はちょっと割愛してね、特別な番組を作ってやっていこうと思います。今日はこんな感じでね、ヤシカエレクトロ、AX ですか、紹介していきました。まあ、こいつで撮るんだったら、やっぱりね、ヤシの DSX か、DSM か、富岡のレンズを使いたいところではあるんですが、なかなかないんですよね。いいのがなかなかないし、僕もね、持ってるんですけど、レンズを分解することができないんですね。かしめてあるんでね。だから、カビが落とせないんですね。なんでこんな設計にしたか。ヤシカエレクトロシリーズは結構こういうのが多いんですけどね。オリンパスのね、随行もそうですね。OM システムの随行も結構こういうのあるんですけど、まあ、後のことを考えて作ってほしかったなっていうのはちょっとありますね。もうせっかくいいレンズなのにね、メンテナンスできないではちょっと厳しいという感じですかね。はい、今日のね、カメラ紹介の動画、こんな感じになっていきます。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはのりかずさんですね。お疲れ様です。トラブル続きのニコン F601QD で撮影してきました。このカメラ AF で撮ると問題ないのですが、 MF だとフォーカスがずれてしまいます。ミラー位置ずれかスクリーンがずれているのか、いつもの写真屋さんに相談するため3本目のフィルムを現像に出してきました。で、帰ってきてびっくりでした。前回までの症状とは真逆で、 AF では合わず MF ではしっかりピントが合ってるじゃないですか。写真屋さん曰く AF センサー異常、合ったり合わなかったり、ミラー位置は今は合ってる、とりあえず MF 機として使うしかなさそうです、よくわからない状態ですが、なんとか撮れた1枚を投稿します。タイトル、朝日の当たる川。カメラニコン F601QD、レンズ AF ニコール 50mmF1.81、 フィルムオリエンタルニューシーガル100ということですね。よろしくお願いしますということで、作品なんですけどもね、ちょっとね、多分これね、露出アンダーなんだと思うんですけどもね、もしかしたら AE で撮ったのかな。太陽の光がね、カメラに入ってちょっとデータ狂っちゃったんだと思います。コントラスト的にも完全に中間色になっている、このような条件の時は露出アンダーのことがまあ多いんですけどね。で、オタッキーが独自にね、コントラストを調整したみたらこんな感じです。非常に良い写真だったと、狙い通りだとこんな感じになったんじゃないかなと思いますが、非常に惜しかったですね。露出がちょっと違ったって感じですかね。ちなみにカメラの不調の話なんですけど、AF であって、で、MF で合わないということは、なんていうんですか。ミラーの不調のことももちろん多いんですけど、ミラーを透過した光が AF センサーに当たるっていうことを考えると、ミラー位置はずれてないということなんですね。ミラー位置がずれてないということは、もうプリズムの位置がずれているか、フォーカシングスクリーンの位置がずれている可能性が高いと思いますね。フォーカシングスクリーンの位置ずれっていうのはオートフォーカスの精度には関係ないんだな。MF のみの関係しますんでね。AF のピント合わせはフォーカシングスクリーンの光を通さないんで、多分フォーカシングスクリーンがずれてるんじゃないかなと思うんですけど、ずれんのかな。よくわかんないですけど、もしかしたらプリズムずれかもしれません。はい、ドリカズさん、ありがとうございます。次はね、龍介さんの投稿ですね。2枚です。中年オタッキーさん、こんばんは。久しぶりの投稿です。作品投稿させていただきます。作品はフィルム写真2枚。なお、今回は最近手に入れたバケペンで撮影したものを投稿いたします。1枚目のタイトル、ご飯まだかな。カメラ、アサヒペンタックス、67。レンズは、SMC タクマ6790mm、F2.8。フィルムはコダック、ポートライ400です。2枚目のタイトルは、ご飯の時間。カメラ、レンズ、フィルムは1枚目と同様です。何卒よろしくお願いします。これからも応援しております。ということで、作品なんですけどもね。まあ、光は特にないんですけどね、猫ちゃんのね、印象的な目、あとね、被写界深度の浅さでボケの美しさ、やはりバケペンの絵素晴らしいと思いますね。で、2枚目もそうなんですよ。2枚目はもうこの立体感が際立つ写真になっております。作品としてはちょっと、構図が今一つですが、写真は非常に美しいものになっておりますね。これで400なんだもんな、やっぱりバケペンは違うなっていう感じですね。
まあ中盤なんか当たり前では当たり前なんですが、非常にいい作品だったと思います。リュウスケさんありがとうございます。次はギブソンさんですね。お疲れ様です。3月末に満開の河津桜を撮りに来ました。カメラはペンタックス LX、レンズは FA43mm F1.9 リミテッド、フィルムはコダックプロイメージ100です。タイトルそのままですが河津桜でお願いします。今年こそはリバーサルフィルムで桜撮りたいと思ってますが、毎年あっという間に桜が散ってしまい、撮る詐欺になってますっていうまあまあよくある話ですよね。で作品なんですけどね、光はこれはまあちょっとある薄曇りぐらいだ。今年の桜の時期ってね、あんまり晴れた日がなかったんですが、河津桜の時も同じかなとかね。で2枚目なんですけど、2枚目はちょっと前向きを入れた感じなんですが、前向きがちょっとうるさかったから構図を変えたかったですが、色は非常にいい色で映っておりますね。まあポートラーね、まだ使ったことないんですけどね、いただき物がたくさんあるので使わなきゃいけないんですけど、なんかチャンスを外しつつ、やってますが、まあいい色にはなってると思います。結構ねこの FA43mmF1.9 リミテッドっていうレンズね、私は使ったことないんですけど、結構名玉ではないのかなと思って出ますね。まあペンタックスのレンズはボケが綺麗なのはまあ周知の通りだと思います。はい、ギブソンさんありがとうございます。次は達也さんの作品ですね。お仕事お疲れ様です。配信いつも楽しく拝見してます。久々になりますが写真投稿させていただきます。先日ヤフオクでレンズ付きの動作未確認のニコン F3 を買いました。早速電池を入れて動作確認したところ、何の異常もなく普通に動作する良品だったので、いても立ってもいられなくて、すぐさま撮影スタートしました。今年はなかなか暖かくなる撮影ペースが遅くなりましたが、24枚撮りを現像出して確認したところ、撮影結果も問題ありませんでした。撮影に使ったレンズ込みで1万1000円だったらラッキー。それ安いな。今は MD4 を取り付けて2本目のフィルム撮ってます。カメラニコン F3 ズーム2、ズーム36から72 F3.5 シリーズ E、これあの EM のレンズですね。富士カラー100ですね。1枚目は、残石残る名山、2枚目は名山からの雪解け水ですね。地元滋賀県伊吹山を残雪残るうちに撮りたくて出かけました。今年は雪が多かったこともあり、例年ならすでに雪なくなっている伊吹山も残雪が残り綺麗な姿を見せてくれました。2枚目は桜が咲いているさらに良かっただろうなと悔やまれますが、桜咲いた頃にまた訪れると思います。フィルムの値上がりがじわじわ財布に響いてますが、まだまだたくさん写真撮って作品投稿させていただきますので、これからも頑張ってください。応援してますということですね。作品なんですけどもね、私も伊吹山は結構ね思い出がある山になりますね。初めてスキー滑ったのが伊吹山なんですね。これね非常に解像度が高くてね、シリーズ E のレンズの良さ、ズームレンズとは思えない解像度の高さですね。2枚目もそうなんですけどね、まあ伊吹山ね、実はねこれ未だにまだ雪残ってます。今日4月何日だ、4月12日か。こんなに雪が残ったのはちょっと記憶にないぞと。まあスキーヤーとしては雪が多い方が嬉しいんですけどね。はい、達也さんありがとうございます。で、緑海地の中年男さんですね、次は。中年男さんお疲れ様です。またまた一枚投稿させていただきます。タイトルは雪と梅です。カメラはオリンパス ON40i ブラック。レンズは随行オートマクロ 90mmF2 で、フィルムはベルビア100です。この写真は10年越しに撮影できた写真です。と言いますと、10年ほど前梅が咲き始めの頃に雪が降りましたが、その時カメラを持っていなくてガラケーのカメラで撮影したのですが、機種変などでデータがなくなってしまいまして、いつかフィルムで撮影する機会を狙っていました。しかし2月のこの時期になかなか雪が降らず、とうとう10年経ってしまいました。しかし今年の梅の咲き始めの時期に雪が降り、出勤前に早く家を出てついに撮影することができました。やはり残したいと思った写真はフィルムで撮らないといけませんね。今度この時期に雪が降ったら、今度は白梅を撮りたいと思います。何年かかるかは分かりませんけどもということですね。写真はスキャン時にトリミングしてありますということで、作品なんですけどね、これほんのりねアンダーというかねシャドウ部になったんで、色温度が上がってしまってるんですね。非常に印象的には映っております。ブルーがかってるのはね、シャドウ部っていうのは基本的にリバーサルフィルムっていうのは色温度が上がってしまうので、まあ、こんな感じの色になるんですね。で、これちょっと修正してみましょうか。色温度をね下げてみたらどうなるだろう。ね、4度下げてみましょうか。編集で、うん、あんまり変わんねえな
まあ、スマホだよ。アプリではこんなもんかなって感じですかね。はい、作品投稿ありがとうございました。今日の作品投稿のコーナーはここまで。この次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はガメラさんの俺のカメラですね。おたきさんこんにちは。俺のカメラに投稿します。お風呂のカメラですが、お気に入りのスナップシューターです。古いカメラがゆえ気にせずガンガン使えるのがいいですね。新しいカメラついつい過保護にしちゃいますからね。私だけですかね、ということで、まあまあわかります。新しいカメラね、壊すとね怖いんでね、ついつい遠慮しがちというのは十分わかると思いますね。でね、作品というかカメラなんですけど、 K25 がね、あんま見たことないと思うんですね。結構難しい。今ちょっと調べた、1490万画素の APS-C カメラということですね。で、まさにそれよりもね、はるかに興味が湧いたのがこのレンズです。21mmF3.2 ですか。画角も珍しけりゃ、絞り値も珍しいですよね。これどんな写りするんだろうな。まあ、ペンタックス DA ということでね、多分いい写りするんじゃないかなと思う。まあ、単焦点レンズですしね、いい写りはするんだと思いますけどね。まあ、スナップシューターということで 1.5 倍ですから32ミリぐらいになるのかな、大体。まあ、いい画角ではないかなと思いますが、ちょっと珍しいレンズだなと思いました。はい、投稿ありがとうございます。現在ね、俺のカメラのコーナーちょっと2名ほど待ちができておりますが、もうしばらくお待ちください。各種投稿のコーナーはね、このチャンネルの、概要欄、この YouTube のチャンネルの概要欄に、投稿の方法などを説明してありますので、そちらの方からね、どんどん投稿していただければと思います。新規投稿の、ね、方どんどんお待ちしております。よろしくお願いします。はい、今日の動画はねこんな感じで終わっていくんですけど、実はね次の動画もねフィルムを間違えてるんだな。WX で撮ってるつもりがね、アリスタエディウルトラ400だったというね。まあ、どんな写真になったのか。まあ、現像時間は大差ないんでね。まあ、なんとかなったかなっていうのをね、紹介していこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。フィルム販売の方ですけどね、最初ババーンと売れましたけど、とりあえず落ち着いております。フィルム欲しいっていうね、WX に興味がある方は、中年オタッキー3というね、Twitter アカウントを覗いていただければと思いますね。そちらの方を見ていただければ大体わかると思うんでね、買いたい人はぜひそちらの方、値段まで書いてありますんでね。はい、今日の動画はそんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。最近ね、サブチャンネルの方でね、ライブをやってますけど、ちょっとネタ半分にね、戦争の話とかをやってます。あくまでネタ半分なんでね、深く考えないようにということですね。まあこんなことをやってるとね、またバッシングがね、2チャンネルに上がりそうな気がしますが、最近は5チャンネルとか。まあね、適当にやっていこうと思っております。はい、動画のね、高評価、コメントの方ね、どしどしお願いしますね。コメントの方ちょっと追いついておりませんが、頑張って追っかけております。そのうち追いつこうと思ってるんでね、感じたこととかありましたら、どんどんコメントお願いします。あと高評価のはね、もうポチッと押すだけなんでね。あと、チャンネル登録の方ですけどもね、メインチャンネルの方もね、サブチャンネルの中年オタッキーの単車で GO の方もね、どんどん増やしていこうと思ってますので、よろしければチャンネル登録お願いします。はい、それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。